ードとユーティリティの打ち方で必ず議論になるのが払い打つのか打ち込むのかということです。この動画ではフェアウェイウッドとユーティリティの打ち方について解説します。払い打つというのはレベルブロー、つまりクラブヘッドの最下点でボールに当てることで、ドライバーで推奨されるアッパーブローとアイアンで推奨されるダウンブローのちょうど中間の打ち方になります。一方打ち込むというのはアイアン同様にダウンブローで打つことです。ただしアイアンほど鋭角に振り下ろすのではなく、入射角はなだらかになります。フェアウェイウッドとユーティリティの打ち方はプロの間でも払い打ち派と打ち込み派に分かれますから、どちらの打ち方でも問題ないと思います。ボール位置はいずれも左足かかと内側の延長線上で、フェアウェイウッドのスタンス幅はドライバーよりも少し狭くなり、ユーティリティはさらに狭くなります。フェアウェイウッドとユーティリティは距離のある場所からフェアウェイやグリーンを狙うクラブです。それぞれのクラブのメリットとリスクを理解し、状況に応じて使い分けることができればコースで強い武器になってくれます。